はいはい、皆さんおはようございます。24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有する朝活ワン、本日も開始させていただきます。お話は作業療法士斉藤誠でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、今日はですね、オンライン活用をする木曜日ということでですね、いやまあ、実はですね、つい、先日、違うな、この月曜日にですね、まあ、いろいろとオンラインに関する最新情報なんかをですね、まあ、オンラインサロン、あとは、まあ、YouTube とかね、その辺の動向なんかをですね、いろいろとこう、まあ、お伝えし、できるですね、最新情報なんかを仕入れてきましたので、まあ、そちらはですね、オンライン活用サロンに参加しているメンバーだけですね、後ほど改めてライブ放送させていただきます。今週はですね、習慣化がテーマになってますので、まあ、その習慣化にですね、やはりこう、うまいことオンラインを使っていけないかなというところでですね、お話を紹介したいと思います。まず皆さんね、すぐ思いつくことっていうと、スマートフォンとかなりますよね。こういうスマートフォンとかを使って目覚まし設定とかはね、されたことあると思うんですけど、まあ、そういったことをね、するのがまあ一番シンプルで分かりやすいですよね。まだなんかこう自分がね、なかなか習慣化できなくて、こう一歩踏み出せんわってなるんでしたら、このスマートフォンのね、目覚まし機能というかアラーム機能ですよね。まあ、こういったものを使ってみて、まあ、シンプルにですね、もう毎日、何時になったら、まあ、コメントと、ただこうアラームが鳴ると。いうだけのですね、 iPhone だとただアラームが鳴るだけなのかな、まあ、そうやってですね、そのタイミングでまあお知らせが来るようなですね、そんな対応をしてみるっていうのはまあ分かりやすくていいですよね。まあ、僕がその方法でやってるのはですね、まあ、一応あれですね、まあリハカレのセミナーを受講されてる方たちね、オンラインセミナー受講されてる方たちお気づきだと思うんですけど、毎回ですね、セミナーの事前のご連絡っていうのが16時に配信されるんですね。でこの16時に配信されるっていうのは、まあ、システムで設定されておりますので、まあ、そのシステムの部分で16時より前にですね、お振り込みとか、あと何でしょうね、まあ、クレジットカードでの決済とかですね、まあ、そういったものをしていただかないとですね、まあ、次に進まないわけなんですね。だから次に進まないというか、そのメールが配信されなかったりとかするんですね。まあ、そういうことがないように、申し込み期限をその お知らせが始まるよりちょっと前にですね、設定してたりとかするんですけどね。まあ、それも問題はないんですけど、たまにですね、たまにそのギリギリでね、お振り込みとかされたりとかされる方がいますので、必ずですね、15時半にはですね、アラームを鳴らしてですね、まあ、リストの確認というかですね、そういうことをしてたりするんですね。まあ、そういうようにですね、忘れちゃいけない仕事とかタスクとかをですね、習慣化するっていう意味でもですね、まあ、アラームをつけるっていうのはありですね。というかですね、大体そういうことをやってるとね、お気づきの方いると思うんですけど、ね、目覚まし時計より先に目が覚めるっていうようなことあると思うんですけど、経験ありませんか？ね、僕もこうね、毎日15時半にですね、まあ平日ですけどね、15時半にこうアラームが鳴るわけですから、ね、あ、そろそろ15時半だなって思ってみるとですね、アラームが鳴り始めるみたいなね、まあそういうことが結構ね、もう完全にこう習慣化されてますよね。まあ、それでもですね、まあ、抜けたりとかすること、まあ、自分がね、忙しさにかまげてしまうと、そういったちょっとしたことのね、まあ、ちょっとしたことだけど、僕やってること結構重要だったりするんでね、お客さんに多大な影響があることなんで、あれですけど、まあ、ちょっとしたことほど、意外とね、まあ、何か忙しさにかまけると抜けてしまったりとかですね、習慣化していたはずなのに、タイミングがずれてしまったことがありますので、まあ、意外とね、普通のアラームって効果的です。もちろんね、リマインダーとかタスク管理とか、ね、トゥードゥ管理とかっていう機能もね、ついてたりしますんで、そっちをやると、さらにその細かい内容とかをですね、本当に細かく設定できたりしますんで、まあ、そういうことをしてみるっていうのもですね、まあ、もともとある機能なんでね、意外と皆さんスマートフォン使いこなしてない。まあ、僕もそうですけどね、使いこなすにはなかなかね、ハイスペックなマシンなので、まあ、それもあるんでね、あまりこうね、使ってない機能っていうものがあればですね、まあ、生活をなかなか充実させてくれるものがありますので、このタスク管理っていうものもですね、合わせて使ってみるといいと思います。そしてですね、今回もう一つ提案したいことっていうのはですね、SNS を使うことなんですね。意外とこのね、SNS を使うっていうのはですね、まあ、なんていうのかな、皆さんこう最近ね、Facebook
ックに疲れてるとかね、まだツイッターでこうね、いわゆるこう、なんていうの、ジャンクな情報というのかな。ね。ね、ガベージがね、どんどんこう流れてくるから、疲れるわっていう人も、まあ中にはいると思うんですけど、まあそれってね、自分に入ってくる情報をちゃんと制限してないからっていうのもありますんで、まあそこも使い方次第だと思うんですね。なのでね、それをね、うまく使おうとすれば、実はですね、こう、以前やってたのは、自分で作ったメルマガなんですけど、自分に配信されるようにですね、設定したりとかですね。まあ、それは SNS だと、いわゆるこう、Twitter のボットみたいな形でですね、定期的に、時間通りにですね、またお知らせが来るようにね、繰り返しこう、順番で同じ記事を見たい、自分の中でね、浸透させたいっていうのもあって、そういった Twitter がですね、連続でこう、順番に、毎朝8時に届くように、っていうことをね、設定したことがあります。それはあれかな、まあ、通勤のタイミングでですね、ちょうど8時から8時15分くらいのところが、まあ、電車に乗ってる時間だったりしてたので、まあ、そのタイミングで見れるように、スマホで見れるようにっていうので設定してました。まあ、そういうね、SNS プラス、まあ、いわゆるこう、ボットチャットみたいなね、設定を使っていくと、そういうこともできるようになります。あともう一つ SNS のいいところはですね、やっぱり他の人がいるってことだと思います。ね、他人がいる。つまり他の人と一緒に同じ目的に向かって行動ができるというところだと思うんですね。なのでね、別にこう、有料にする必要ないから、まあ、無料のオンラインサロンのような形でですね、ね、ケツ叩きサロンみたいなね、なんでしょうね。まあ、人生逃げ切りサロンとかね、結構有名なね、ドストレーターの名前のサロンがありますけど、ね、ね、お互いのケツを叩き合うだけのね、ケツ叩きサロンなんてあってもいいのかなとか思ったんですね。まあ、単純にこうね、そこではお互いにこうやんなきゃいけないことを宣言して、そして、これ、どなたっていうことをですね、お互いに言い合うっていうね、忘れてないって、ただただね、お互いがお互いのことをを、気を使うというですね。で、やろうがやるまいがそれはですね、もうどうでもいいんですね。そこにね、なんだよ、やんなかったのかよ、とかって言ってですね、せっかくコメントしたのに、とかってなると、それは、ね、サロンというかですね、まあ、それってじゃあ誰のためにやってたんだよっていう話になる、んですよね。誰かのために確かにこう、ね、声をかけたのかもしれないですけど、でも実はそれって、ね、そういう気持ちでやってしまうと自己満足のためにやってしまうことになるんで、それでは良くないので ね、そういった意味でも、宣言したけど、やるかやらないかは本当にその人次第。でも、こうね、サロンメンバー同士で、そういえば誰か、そろそろ期限じゃなかったっけくらいのね、軽い気持ちでお互いにリマインドし合うというですね、まあ、ただただそれだけのサロンみたいな形でね、なんでしょうね。なんかいいフレーズないかね。お互いのケツぶったたきサロンみたいなね。わあ、ひどいタイトルだね。私はネーミングセンスがありませんからね。とか言ってみて。まあそういう形でですね、まあ SNS を使うっていうのも一つやり方です。まあ、これはね、いろいろ他の人が試して、まあやってるものもあれば、もう最初からアプリケーションとかがね、存在してたりもするんでね。まあそういうものを使っていくっていうのもいいと思うんですけど、実はあんまりね、メンバー増やすと良くないとも言われてますね。3人から5人くらいが上限だと言われています。それ以上だと、こうね、まあ、さっき言ったように、ちょっとネガティブな、ね、リアクションをしてしまう人が増えたりであるとかですね。まあ、なんというかこうね、まあ、傍観者に、いわゆるロム線だけに、ね、リードオンリーメンバーになってしまって、ただただ見て流してしまうっていうことになってですね、自分から、ね、主体的に動かないっていうことにもつながっていくので、意外とこのね、少ないメンバーだと、お互いがこうね、そこに投稿し合わないと、グループが動かないっていうことになるのでね、少ないメンバーから始めると良いとは言われています。というようにですね、まあ、習慣化するっていうところではですね、まあ、最初の前半の部分では一人でやりたい人向けにですね、アラームと、あとはリマインダー、こちら使ってみてはどうという紹介をしました。後半はですね、一人ではちょっと難しいなっていう人向けにですね、
仲間同士でグループを作ってですね、お互いにケツをぶったたき合うようなことをですね、してみればいいんじゃないかと。ただその時のルールはね、ケツを叩いたことにね、感謝はしてもですね、そこで感謝を求めてはいけないというですね、そんなルールの中でですね、他人のためではなく、ね、自分のためにやっていくっていうところでですね、ただお互いの目があるのでね、やらなきゃなんかムズムズするなというですね、その習慣化のこうやらないとなんだか気持ち悪いの部分をですね、くすぐるような、仕組みをですね、機械を使って、ね、システムを使って、組み込んでいくっていうのがね、やはり楽だと思いますので、ぜひね、そういったことも含めてやってみてください。はい、ということでですね、今日はこのくらいにさせていただきます。ね、オンライン活用っていうからね、なんだかすごい壮大なことをやっているかのように見えますけど、でも実はそんなことなくですね、身近なものをうまく使っていけば十分オンラインのね、活用していくことできますので、ぜひね、いろいろなこう最新情報も含めていろいろとお話ししていきたいと思いますのでね、もし興味ある方はオンライン活用サロンなんかにもですね、ご参加いただければと思います。さあ、ということで本日ここまでです。皆さん今日も素敵な臨床日和かと思います。元気にいってらっしゃい。